1896年、アテネにて第1回オリンピックが開かれました。アテネとはギリシアの首都じゃな。当時西欧社会では古代ギリシアブームが起きていました。シュリーマンによってトロヤやミケーネの遺跡が発掘され、クルティウスによって古代オリンピアの遺跡が発掘されていたのです。それらは19世紀後半のことじゃったか。フランスのクーベルタンは古代オリンピアについての本を読み、現代に復活させたいと考えました。その結果第1回オリンピックがアテネで開かれたのです。そして現代に至るというわけじゃな。今回は近代オリンピックの原型となった、古代ギリシアにおけるオリンピアの祭典について話したいと思います。古代オリンピアの祭典は、純然たる宗教行事でした。スポーツの大会ではなかったのかの？競技での勝利は神の寵愛によって決まる。これは古代オリンピアにおける基本理念であり、古代オリンピアを理解する上で最も重要な考え方となります。そうなると古代ギリシア人たちはスポーツ競技を通じて神々の寵愛を競ったということかの？端的に言うとそういうことになりますね。古代オリンピア競技の由来は、アキレウスがパトロクロスの葬儀で催した体育競技にあったとされます。アキレウスとはトロヤ戦争に出てくる英雄のことかの？ホメロスの叙事詩イリアス、では、親友パトロクロスの死に際してアキレウスが体育競技を開きました。イリアスとはトロヤ戦争をモチーフとした大叙事詩のことじゃな。ギリシア連合総司令官アガメムノンとアキレウスは仲違いをしてしまい、パトロクロスがアキレウスの鎧を着てトロヤ軍と戦うものの、トロヤの王子ヘクトールに討ち取られてしまうのです。詳しくは、トロヤ戦争、を見るのぜ。にしても葬儀で体育競技を開くとはのう。古今東西葬儀とは宗教儀式なのです。そして古代ギリシア人にとって体育競技も宗教儀式でした。体育競技が宗教儀式というのがどうにもわからんのよのう。古代ギリシアの体育競技は、もともとは死者を弔うための習慣であったという説もあります。ただイリアスと並ぶホメロスの叙事詩オデュッセイア、において、バイエケスの王がオデュッセウスを歓迎するために体育競技を催しており、その説は否定されがちです。古代ギリシアにおける体育競技は、学者の間でも意見の分かれるところなのじゃな。古代ギリシアにおいて、最初に大々的なオリンピアの祭典が行われたのは、紀元前776年のことでした。オリンピアとは地名なのかの？最高神ゼウスを祀る神殿がある、古代ギリシアにおける宗教的聖地でした。古代ギリシアでは紀元前776年以降4年に一度オリンピアの祭典が開かれ、歴史年表などでは時間的単位として使われました。まだ、西暦、が生まれる前の話じゃな。ティマイオスという歴史家は、オリンピック競技の開催を年代確定の基準にし、それをオリンピアード、と名付けています。それで古代ギリシアで起こったことが西暦に変換できるわけじゃな。開催期間は時期によって異なり、当初は7月から8月にかけて行われ、オリンピアの祭典が行われるのが4年に一度という点は一定でしたが、後に7日間という開催期間になりました。近代オリンピックも4年に一度開催されるの。古代オリンピアの祭典は、オリンピアの地を管理していたエリスの人々によって執り行われました。開催の時期が近づくと、古代ギリシアの各都市国家に使節が送られ、聖なる休戦、が告げられます。確かオリンピアの祭典の時期は戦争をしてはならんのじゃったの。オリンピアの祭典とペルシア戦争の時期が重なり、オリンピアの祭典に従って戦いを行わなかったこともありました。国家存亡の危機でも戦わないのじゃな。古代ギリシア人にとって、聖なる休戦、は絶対的だったのです。古代ギリシア人は年中戦っていましたが、オリンピアの祭典の期間だけは何があっても戦わなかったのです。平和の祭典、と言われるゆえんじゃな。オリンピアの祭典は全ギリシア人が参加するイベントでしたが、その開催の責任はエリス及びその市民が担いました。祭典の開催期間中、競技に参加する選手、見物する人々などが続々とエリスに押し寄せ、エリスはそうした人々を受け入れるための体制を整える必要がありました。このあたりは近代オリンピックに受け継がれた感じじゃな。オリンピア周辺にはテントや仮設住宅が立ち並び、さながら一つの街のようだったと言われます。
祭典においてはヘラノディコスという競技委員が選ばれ、競技会の遂行に責任を持ちました。エリスの負担は相当なものだったじゃろうのう。大会参加資格には厳しい条件がありました。前提として古代ギリシア人、すなわちヘレネスであること、バルバロイ、つまりそれ以外の異民族にはオリンピアの祭典への参加資格はありませんでした。古代ギリシア人の古代ギリシア人による古代ギリシア人のための祭典だったわけじゃな。女性も参加できませんでした。女性は聖域に入ることが禁じられていたので、競技を見ることすらできなかったのです。ただデメテルの巫女だけは例外でした。デメテルとはオリンポス十二神を構成する一中で、ゼウスの姉にあたる豊穣の神じゃな。また古代ギリシア人であっても奴隷身分の者は参加できず、自由市民だけが参加できました。そして自由身分であっても過去に罪を犯した人間は参加できませんでした。参加できる人間がかなり限られておったのじゃな。なお、罪の部分は刑法的な罪というよりも、宗教的な罪がないことが重要視されたようですね。オリンピアの祭典は宗教的儀式であり、一切の穢れがないことが重要視されたのです。そして開催初日には、ゼウスの祭壇にて選手宣誓が行われました。選手宣誓とは何を行うのじゃ？競技会における規則を守ることを誓いました。なおその際生贄として豚が捧げられ、神々に捧げられた生贄は人間の食に供されてはいけないという決まりがありました。そして選手宣誓は生贄となった豚にかけて行われたようです。規則を破るとどうなるのじゃ？高額な罰金が課せられ、永久に競技会から追放されます。そのような罰金でゼウス像が建てられたという話があるので、宣誓に反した者は結構いたようですね。人間というのはどの時代も変わらぬ生き物なのじゃろうのう。2日目から6日目までは競技が続き、7日目には表彰式が開かれます。そして優勝者にはオリーブで編まれた冠が授けられたのでした。それだけかの？オリーブといってもただのオリーブではございません。ヘラクレスが冒険から持ち帰ったという由緒正しき聖なるオリーブの木なのです。ヘラクレスは神話上の人物ではないのかの？それは後世を生きる人々がそう思っているだけで、古代ギリシアの人々はそうは考えませんでした。スパルタの王族のようにヘラクレスの末裔を称する人々もいたほどです。聖地であるオリンピアのゼウス神殿で、オリーブの冠を授けられるほどの栄誉は、古代ギリシア人にとっては存在しなかったのです。古代ギリシア人は栄誉を重んじる民族だったのじゃな。オリーブの冠を授与された者は、全ギリシア世界から羨望の目で見られます。それは現在トップアスリートに向けられる賞賛と同じだったと言えますね。金メダリストは現代でも特別な存在じゃものな。続いて古代オリンピアではどのような競技が行われていたのかという話をしましょう。当然といえば当然ですが、古代オリンピアにおける競技は現在よりも競技数としては少ないです。当然なのかの？何せ紀元前の話ですからね。サッカーや野球などの球技はありませんし、柔道もまだ誕生していません。ではどのような競技で競ったのじゃ？レスリング、徒競走、槍投げ、フェンシング、アーチェリーなど、中でも最も人気があったのが戦車競走でした。戦車？戦車といっても、タンク、ではなく、チャリオット、の方です。古代の戦車は車輪付きの乗り場を馬たちが引く形式で、古代ギリシアでは、クワドリガー、と呼んでいました。いろいろな呼び名があるのじゃのう。古代ギリシアではなく古代ローマを舞台としていますが、ベンハー、という映画に戦車競技のシーンがありますね。実際に見たら迫力がすごかったじゃろうのう。なお戦車競技に関しては、操縦者よりも戦車の持ち主が栄誉を受けたそうです。何やら不思議な話じゃのう。なお近代オリンピックで人気の、マラソン、ですが、古代オリンピアには競技としてありませんでした。マラソンは古代ギリシアに由来があるのではなかったかの？せっかくなのでここでマラソン競技についての話をしましょう。マラソンの由来はマラトンの戦いにあるとされます。古代アテネとペルシア帝国の間で起きた戦いじゃな。マラトンでの勝利をアテネ本国に伝えるべく、マラトンからアテネまで休むことなく走り続け、アテネに戦勝を伝えた後その伝令は死んでしまった。これがマラソン競技の由来とされます。死んでしまうとは気の毒じゃのう。
この話は極めて高い確率で作り話です。なに、嘘をついたと申すか。問題はこの話がいつどのようにして作られたかということです。なおマラソンは現在 42.195km の距離を走る競技となっていますが、マラトンとアテネの距離は別に 42.195km というわけではありません。一体何なのぜ。まずは伝承の話からいきましょう。伝承に似た話はヘロドトスの歴史に記載があります。歴史にはピリッピデスなるものを伝令としてスパルタに派遣した話が出てきます。アテネではなくスパルタなのじゃな。ピリッピデスは飛脚を生業とするもので非常に健脚だったとも書かれています。マラトンからスパルタまでは250キロ弱ほどあり、ピリッピデスは2日でスパルタに到着しました。この時点でマラソンの由来の話と全然違うではないか。ピリッピデスはスパルタに伝令を伝えました。そして死んだのかの。いえ、死んでいません。マラソンの由来となるような話はヘロドトスの歴史には登場しないと言ってよいでしょう。では一体どこに登場するのぜ。マラソンの由来の話そのものではありませんが、プルタルコスの著作に言及があります。プルタルコスは古代ローマ時代を生きたギリシア人歴史家じゃな。彼の著作アテネの栄光についてにおいて、テルシポスカエウクレスという名の人物がマラトンからアテネまで走ったという記載がなされています。なおこの逸話は19世紀にベンジャミン・ハイドンという画家が絵画として表現しています。プルタルコス及びベンジャミンの絵によってその話は広まったのかの。マラトンからアテネまでを走り死者が勝利を告げる、このエピソードが初めて出てきたのはルノキアスという人物が書いた挨拶の際の出現という書物だったようです。いつ頃の人物なのぜ。2世紀の人です。そしてルキアノスはプルタルコスよりも後の時代の人物ですね。ルキアノスの著作ではフェイディピデスはマラトンからの勝利の知らせを運び、我々は勝利したと言ってその場で息を引き取ったとしています。マラソンの起源として伝わる話と同じじゃな。ここで重要になるのがルキアノスという人物が書いた著作の信憑性です。彼は本当の話という著作の中で宇宙旅行の話を書いています。2世紀の技術で宇宙旅行はできぬの。ルキアノスは人類初の SF 作家とも言われ、数多くの空想話を表しました。その中には実際のエピソードから着想を得たものも多かったのでしょう。マラトンの話は事実をもとに脚色したというわけじゃな。そして脚色された話の方が広まったのです。人類の歴史ではしばしばこういうことが起こるの。人は真実らしい虚実を好みますからね。なおルキアノスはおそらくはフィクションだとわかるように、ピリッピデスではなく死者の名前をフェイディピデスとしています。嘘だとわかるようにしていたのじゃな。近代オリンピックが始まる際、このデマがそのまま信じ込まれ、約40キロを走るマラソン競技が始まりました。 42.195 キロではないのかの。マラソンの距離が 42.195 キロに設定されたのは1924年に開かれた第8回パリ大会でのことでした。これは第4回ロンドンオリンピックにて42キロに競技場のトラック一周弱の距離が採用されたことに由来するそうです。なんだかの。ではここからは実際の古代オリンピアではどのような競技が行われていたかについて触れましょう。第13回まで記録されている唯一の競技は徒競走です。距離は1スタディオン。1スタディオンと言われてもどれぐらいかわからぬの。実は正確な距離はわかっていません。歩幅の600倍が1スタディオンなのです。人によって歩幅は違うではないか。メートルにして約180メートルから192メートルでした。この1スタディオンという距離はヘラクレスが一息で走った距離とされます。随所にヘラクレスが出てくるの。古代ギリシアの人々にとってそれほどヘラクレスは大きな存在だったのです。やがて徒競走のバリエーションは増えていき、スタディオンの2倍の距離を走るディアウロスや24倍の距離を走るドリコスなどが加わりました。古代オリンピアにも長距離走はあったのじゃな。やがて徒競走の他にも円盤投げ、幅跳び、槍投げ、レスリング、ボクシング、乗馬、戦車競技などが加わります。格闘技もあったのじゃの。
パンクラティオンというか、誠と目つぶし以外は何でもありという格闘技もありました。この競技は人気が高かったようですが、しばしば死人が出たようです。文字通り命を懸けて競技会に臨んだわけじゃな。なお競技は全て裸で行われました。なぜ裸なのぜ？わかりません。ただ一つだけ例外がありました。ほう、例外との。ホプリトドロモスという競技で、重い兜とすね当てをつけ、盾を持って走ると競争です。夏の暑い日にやるのはなかなか過酷な競技じゃのう。なおこの点についてはパンツだけは履いていたのではないかという意見もあり、現在でも活発な議論が交わされています。一体何の議論をしておるのぜ。なお現在では金銀銅の3種類のメダルがあり、3位まで表彰されますが、古代オリンピアの祭典で表彰されるのは優勝した者のみでした。優勝者は永久に名前が刻まれる栄誉を受けますが、現在のように細かいタイムなどの競技記録はなく、2位や3位の人間の名も記録されません。徒競走はともかく、円盤投げなどの記録もないのじゃな。優勝した、ということに古代オリンピアの祭典は価値を置いていたのですね。優勝者は彫像と昇華の対象になりました。像と歌が優勝者のために作られたのかの？実はオリンピアの祭典は、スポーツ競技会であるとともに、作品発表の場でもありました。先ほども触れたヘロドトスの歴史は、オリンピアの祭典で作者自ら朗読し、聴衆の称賛を得ています。ヘロドトスの著作なくしては古代ギリシアの歴史は知り得ぬというほどの作品じゃな。優勝者は昇華の作成を高名な詩人に依頼したそうです。依頼された詩人は優勝者はもとよりその家族や先祖を褒めたたえる詩を作ります。古代ギリシア人の多くは神々の末裔を称しており、その作品には一族のルーツである神話が盛り込まれたとのことです。例えばスパルタの王族はヘラクレスの末裔じゃったの。余談ですがスパルタ王の娘であるキュニスカは、競技会で優勝したことがあります。女性は競技会には参加できないのではなかったのかの？スパルタ王女は戦車の持ち主だったのです。すべてのヘレネスの中で、私は最初に冠をいただく女である。そのような言葉を彼女は碑文に残しています。戦車競技についてはいろいろと不思議よのう。ちなみにですが、古代ギリシアではオリンピアの他にも祭典がありました。ネメア、ピュケア、イストミアでも競技大会が行われ、オリンピアの祭典と合わせてギリシア四大祭典と言われることもあります。オリンピアだけではなかったのじゃな。なおネメアはオリンピアと同様にゼウスに、イストミアはポセイドンに、ピュケアでの競技会は開催地がデルフォイということもあり、アポロンに捧げられました。デルフォイにはアポロンを祀る神殿があり、その神託を受けに全ギリシア中から人々が集まったのじゃったの。ピュケアの祭典に関しては、オリンピアよりずっと後の紀元前582年から始まったようです。こちらでもスポーツ競技会が開かれましたが、どちらかといえば音楽コンクールに重点が置かれていました。音楽コンクールとの？デルフォイではさらに古くから音楽コンクールが開かれており、イリアスやオデュッセイアで有名なホメロスや、新陶器や労働の日々で有名なヘシオドスもデルフォイのコンクールに参加しようとしました。古代ギリシアの二大巨頭じゃの。なおどちらも出場できませんでした。二大女子詩人が参加できぬとはどういうことぜ？詩が問題なのではなく、楽器が弾けないことが問題であったようですね。あくまで音楽コンクールであったようです。なら仕方がないのかのう。なおデルフォイでのピュケア祭典も4年に一度開かれており、優勝者にはアポロンがめでたとされる月桂樹で作られた冠が贈られました。開催されるのがデルフォイゆえアポロン関連なのじゃな。四大祭典すべてで優勝した猛者もいたようで、特別にペリオドニコス、という称号が授けられました。タソス島のテオゲネスなる人物がペリオドニコスの称号を得たという記録が残っています。大変な栄誉だったのじゃろうのう。テオゲネスは23年間無敗のチャンピオンだったとされます。何の競技で優勝したのぜ？格闘系だったようですね。参加した競技は祭典によって微妙に違ったようです。格闘の天才だったということじゃな。テオゲネスの像は各地で作られ、像そのものは壊れてしまったものの、その台座が見つかっています。そこに刻まれた文章によれば、テオゲネスは生涯1300戦無敗であったそうです。神話レベルの強さじゃの。
テオゲネスは死後神格化され、人々は彼を崇めるようになったそうです。ギリシア全域がローマの支配下に入って以降も、オリンピアの祭典は続きました。ですがオリンピアの祭典はギリシア人だけのものではなくなります。ローマ人も参加したのかの？ローマ皇帝ネロが戦車競技に参加し、優勝した記録があります。ですがこれは不正の末の優勝であったようです。そしてネロの死後、このネロのオリンピックには無効が宣言されました。ネロはノー。ローマ帝国下で数百年間オリンピアの祭典は続きましたが、テオドシウス帝によってキリスト教がローマの国教となると、オリンピアの祭典は廃止となりました。唯一神以外を認めぬからの。こうして千年以上続いたオリンピアの祭典は終わりを迎えました。異教的であるため、キリスト教が欧州を支配している間、オリンピアの祭典は忘れられていました。1500年以上も忘れられた存在であったわけじゃな。ですがルネサンスによって古代ギリシアの文化が復興を遂げ、暗黒時代と呼ばれる中世が終わりを迎えます。そして近代に入り、オリンピックが開催されるようになるのです。冒頭の話になるわけじゃな。といったところで今回の動画は終了です。チャンネル登録して、次の動画もご覧いただければ幸いです。チャンネル登録していってね。